福島市長の小畑博史です。苦しかったり辛かったり、でもみんな同じです。そして誰もが誰かにとって大切な存在、認め合うことが大切です。かけがえのない大切な人のことを思って、どうぞご覧ください。嫌なことがあっても、辛いことがあっても、ありふれた日常の中でさりげないことが、何気ないことが、気持ちを優しくしてくれる。心を温めてくれる。みんな誰かにとって大切な人、かけがえのない存在。